皆さんおはようございます。リフトハンドチャンネルの、鈴木貴博です。ちょっとお待ちくださいね。長らくね、お待たせしました。いろいろわけがあってですね、僕はちょっと手こずっている部分がおそらくあったと思うんです。それは生理周期のその問題にしてもそうですし、その場所というところがトイレでなかったっていう、そういうミスの連発で、出すもん出さないっていう、そういうのはですね、どんなにどうこう 僕がですね、やっていこうと、あんまり効果がないような状況で、困り果てた、僕もですね、一種免疫疾患のようなそういうところに陥っていたような、そういうところがあって、で、この新居に来てから1年経ちましたけれども、最初の3ヶ月以内は大丈夫だったんですけれども、それ以降はですね、ずっと持病の悪化と向き合っていたわけなんです。でも最近の情勢としては、友達にどうしようもない状況だから助けてってことで、どういうふうにしたらそのうまく出すものを出せるかって聞いて、それで指導を煽ったので、それをその試してからはうまくいったんですけれども、それもつい数日の話であって、数日の最近の話であって、やっと来たかっていう、本当そういうところかなって僕は思っているんですね。で、その狛江の友達のアドバイスっていうのを反映させるのに、やっぱりその最初想定したように、やっぱり1年かかったというところです。ですから、まだまだやっぱり出すものは残ってるんでしょうけれども、確実に新しい扉を開けてきたなっていう、そういう感じはしていて、下ネタで申し訳ないですけど、ドバ出しっていうね、ああいうのもですね、リアルに体感できたようなところで、それは1回目はですね、5日前ぐらいで、2回目が昨日という感じで、すごい感じだったんですけれどもね、うまく持ちそうな感じはしています。完璧ではないんですけれども、多分こっからが第一歩みたいな、そういうところだなっていうふうには感じましたけれどもね。やっぱりこういうサプリメントいや肉フェスのようによく肉を食べる習慣というものは、やっぱり時間にいたからと同様やっぱ続けていきたいわけで、そういったものですね。で、そういったものがやっぱりその現状に効くんではないかっていうのは、そういう感じがします。で、こういうふうにうまくいった後は、ツボを吐くっていう、そういう気分転換の仕方に変えてもいいですし、特に僕もですね、その先輩のアドバイスを、それで聞いて、実行してうまくいったんで、創価学会の友人ともそれを共有してですね、その情報を、共有して、なるほどって、そういう感じになりましたし、僕は先生ではないですから、そこまでのそのうまい力って発揮できないかもしれないですけど、ただ大先輩方っていうのが僕よりも明らかに高学歴なんですよ。例えば僕がじゃあ明星大学出身だとすると、先輩方は法政大学とか、そういうところだったんで、やっぱり明らかにそういうレベルの違いがあるから、その大先輩方のアドバイスというものを聞いた方がうまくいくだろうなって、そういう感じはあって、で、それから明星大学は僕に情報が広がって、でそこからまたさらに放送大学のね、友達にも広がってって、そういう感じで循環している、そういうところではあったと思うので、意外とうまくいったなと思うし、なんていうか、こんなにやっぱりそのつながっていたんだって、そういう感じでしたかね。
からまあ僕は先にその大学を卒業しましたけれども、まあ無知はまんま卒業している。友達っていうのはまあすごいいっぱい留年してもう8年かけて大学卒業するみたいな、そういう感じだったかもしれませんけれども、まあその方に実はまあアドバイスを求めていたようなところがあって、そこのところがまああの人はないでしょって言われたらそういう人だったんですけれども、まあその方のアドバイスでやっと出るもんが出たっていう、そういうところですから、やはりその母親が言っていたその友達を大事にしないっていう考え方はですね、やっぱちょっと間違っていたんではないかと思いましたね。やっぱその人間不信というか、まあ、そういうのではなくてですね、もうちょっと相手方を信用してもまあいいんだと、まあ、僕は感じました。はい、ではこの辺で動画を締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。